始まりました。見せます施工実例佐野工務ショータイム。今回は移住2拠点居住を叶えるちょうどいい平屋を紹介します。毎度おなじみサウナーともさんです。皆さん整ってますか？今日のアシスタントは設計担当のうらんちゃん、カメラマンはボスで、引き渡し直前の家をご案内します。さあ今日も一日ハッピーに行ってみよう。行ってみよう。この土地のことはを教えてください。こちらの土地は北杜市小淵沢町です。小淵沢は標高900メートル付近に位置していて、とても自然豊かな町です。北杜市の魅力をいくつかご紹介します。北杜市の魅力、1つ目、日本百名山にも選ばれた山々に囲まれた日本有数の山岳景観が楽しめます。こちらの土地のご近所でも八ヶ岳、貝駒ヶ岳、遠くには富士山も見えます。北杜市の魅力、2つ目、年間を通して降水量が少なく日照時間は日本一。そんな太陽の恵みと清らかな水が新鮮で美味しいお米や野菜、フルーツを生み出しています。北杜市の魅力、3つ目、首都圏から車で2時間、中京圏からも2時間半程度というアクセスの良さ。ただし北杜市での生活には自家用車が必需品、冬用タイヤも必須です。北杜市の魅力、4つ目、妊娠期から子育て期にかけての支援制度が充実しています。例えば子育てに関する総合窓口の設置、保育園や学校で食育を推進する教育体制など、安心安全な子育てと教育に力を入れています。自然豊かで素敵なところですね。そうなんです。先日ご近所を散策したところ、牧草地になんと鹿の群れがいたんです。遠巻きに見えたんだけど、美味しそうに牧草を食べていました。偶然そんな場面に出くわすこともあるかもしれません。子どもさんの教育にもいいかもね。それではいよいよ建物のご紹介をします。今回の建物のオーナーさんは都内在住の方です。40代のご夫婦で、8歳と3歳のお子さん2人の4人ご家族です。東京と山梨での2拠点居住のためにこちらの家を新築しました。ともさん、この建物はどんな建物ですか？こちらの平屋は名前は B の小箱と言います。外壁はガルステージブラックを採用しています。かっこいい一番人気の色ですね。ウッドデッキの色は何色ですか？キシラデコールのピニーという色を採用しています。ピニーも私たちの施工実例では一番人気があると思います。ウッドデッキは迫力があってとても素敵です。材料はエコアコールウッドというウッドデッキです。腐食しにくい強い木材を使用しています。定期的に塗り替えをすることでさらに耐久性が高まります。ブラックの外壁と明るい木部の色がかっこいい家ですね。かっこいいよね。かっこいいですね、うん、中に入ってみようか。はい、開けます。開けるとすぐに土間になっています。北杜市は雪が降ることもあるから、雪が降ると足元が汚れるよね。そんな時に土間のスペースはとっても重宝だと思います。こちらを見てください。下駄箱を設置しない代わりにオープンの可動棚を設けました。靴以外にも小物も置けますね、うん、いろいろに使えて便利そうだよね。すぐ隣に手洗い機を設けてあります。北杜市ならでは、お湯も出ます。給排水の配管も立ち水栓もブラックでまとまっていて、とってもスマートな感じです。合わせて棚の金具もブラックに変えました、うん、ポイントです。土間といえば薪ストーブです。ちょうどいいサイズの薪ストーブですね。うらんちゃん、これなんていうストーブ？このストーブはノルフラムメッツォという機種です。へえ、炎が特徴的なんですよね。あのノルウェーの
そうか、これがか。ろ壁も鉄板を採用したからすごくシンプルですっきり見えるね。そうですね、うん、とってもいいです。そしてこちらご覧ください。三連の掃き出し窓を採用しています。開けてみます。少し重そうですね。うん、重いけど開けてみたらこんなに開放的になります。気持ちがいいね。この窓はお客さんがこだわって入れたものです、うん、あ、そうなんだ。すごく開放的で素敵です。上がるとすぐにトイレがあります。はい、先ほどの手洗い機の横がトイレなので、トイレから出た後兼用で使えて便利だね。 TOTO のタンクレスのトイレを採用しています。床はお客様がやっぱりこだわられたと聞いています。リクシルの耐水フロアを採用しています。リビングを見てください。土間まで入れて16畳のスペースですね。全体的にグレーの壁紙を採用しています。お部屋の建具をリクシルのヴィンティアブラックを採用していて、とっても締まった感じがします。木部の塗装はしてないけど、こういうお客さんも多いかな。はい、結構多いですよ ね。経年変化で楽しめますね、うん、本当だ、いいと思います。こちらの壁には下地が仕込んでありまして、テレビをつけることができます。こちらのスイッチは調光式を採用しています。明かりを絞ってストーブの炎をゆっくり楽しむことができると思います。こちらに洗面所があります。洗面所もフロアをリクシルの耐水フロアを採用しています。先ほどのトイレと洗面所の壁紙はホワイトになっています。床がブラックなのでメリハリがあってとてもいいと思います。洗面化粧台は赤松修正剤で作った造作です。立ち水栓をブラックを使っているからやっぱり引き締まってていいですね。お風呂は TOTO のシステムバスサザナです。浴室乾燥暖房機をオプションで採用されています。床もほっからり床をオプションで採用しています。北斗市は冬は寒いから快適にお風呂が使えそうだね。キッチンを見てください。 TOTO のミッテ壁付けタイプを採用しています。取っ手をブラックを採用しているのに合わせて換気扇もブラックを選択されました。手元の明かり取りと天井の明かり取りに横長の窓を採用しました。北向きのキッチンでも手元がとても明るいです。そして隣にはパントリーがあります。1畳分です。中まで入れます。可動になっているので、うんうん、使い勝手が良さそうですね。はい、こちらの可動棚は35センチくらいの奥行きの板かな。とても使いやすそうですね。このスペースは何ですか？はい、こちらのスペースは約5畳あるんですけれども、2拠点居住のためのご主人のワーキングスペースです。こちらの壁にはご主人が DIY で棚を取り付けられるように下地が仕込んであるそうです。そしてこちらが寝室となっています。8畳です。まだこのお宅にはカーテンがありませんが、お客様が後々ご自身で取り付けられるそうです。森の景色がとてもよく見えます。気持ちがいい。そして 1.5 畳分のウォークインクローゼットがあります。そして寝室にはよく採用のあるリモコン調光型のスイッチです。そしてもう一部屋あります。こちらが子供部屋です。 5.5 畳です。オープンクローゼットがついています。一番北側のお部屋ですけれども、
2つの窓がとてもいい明かりを入れていますね。見てください、赤松修正材の森です。このはしごは何ですか？このはしごはロフトに行くためのはしごです。こうやってここにつけてこう設置します。登ってみます。わあ、ここは8畳のスペースを確保しています。ああ、通常はデッドスペースになってるんだね。そうですね、天井裏で普段は塞いでしまっている部分です。ああ、これはいいアイデアだね。この手すりがとても素敵だけど、はい、この手すりはお子様が落ちないように、うんうん、頭のサイズを測って寸法を出しました。この感覚をね、はい、それは優しい設計だね。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。佐野公務所ではカタログ請求無料相談会を随時開催しています。また南アルプス市に常設のモデルハウスが2棟あります。どちらも概要欄のリンクからご予約受付中です。今回の動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。ではモデルハウスでいつも待ってます。待ってます。